どうもお疲れ様です。今日は10月5日木曜日朝6時の相場解説になりますえ。もう最初に申し上げておきますけども、150円まで再度上昇するという仮説のもとに話を進めていきますえ。昨日のことなんですけども、こちらのね、久しぶりに出た下髭の長い陰線ですけども、これは一気に下の方にズバッと降りたんですけども、髭の分だけすぐに戻ってきたってことになります。そしてその落差がまだね、 この部分150円のあたりまで残っているってことなんでえこの上昇トレンドってものがねまだ終わったサインが何も出てませんのでえ再度ですね上昇の風に乗ってこの部分が埋まっていくというふうに仮説せざるを得ないですこれが大前提ですえ上昇のこのね形がどこかで壊れたサインが出るもしくは下落に向かったサインが出るそれまではロスカットを少々食らっても 倍の方で継続していくことが大事になってきます結局トレンドって何を持って終わるかっていうと何かの情報を持ってね終わるってこともあるんですけどもその情報を私たちは掴めませんのでロスカットを持って終わるんですよねだから上昇トレンドの間は結局は倍だけでずっと私たちは利益を取ってきたでしょでセルで利益を取った瞬間ってのはなかったわけなんですよだから倍を取っていけばこうやって振り返っていくともうどんな時でも倍さえしていれば利益を取れたってことになります 決済のタイミングとかエントリーの時間を間違わなければ、デイトレードでずっと利益を取ることができたわけですよ。で、最終的には、ロスカットを食らって、ああ、倍一辺倒が終わったなって気づくっていうことになるわけですよね。で、その前に、この大きな陰線で介入が入ったかもしれないなってことで、ご破産になっているところありますけども、え昨日一日様子を見たところね、これまた倍の方に戻ってきたなってことが一時間軸で確認できます。後ほどお話します。 次は4時間を見ていきます。4時間を見ると、どうですか大きく値段が下がった後、この間にまとまってるでしょということは値、ね、動きがもう落ち着いてボラティリティも小さくなってきて、これからまたテクニカルに戻っていくっていうことになります。そうなってくると、4時間の移動平均線の上にずっとロウソク足がありましたよね。これが一時的に下の方に抜けたわけなんですけども、これからこれがトレンドの方向になるに従って、 再び移動平均線の上に出てくることが予想されるわけですよ。で上昇トレンドが終わったサインが何もないですからね。まあだからそういうふうに進めていくことになります。じゃあですね1時間でどのように底を打ったことが分かるかなんですけども FX オリガルヒの方にはもうお話ししましたが一旦ここで底を打ってますよね。でも1箇所だけじゃ分かりませんので次同じようなところでやっぱり反転してるところに気づくわけですよ。 そうするとずーっと振り返ってくると、こっちにもこんなのがあるってことに気づくんで、じゃあここにゾーンを張ってみようかなっていうところで、すでにここで倍でエントリーしている人がいるってことになります。で、上底の方は今のところわかりませんけども、とりあえず、髭先と反転したこのポイントをねじろにですね、このあたりで組んでみようかなというところです。上下が60ピップスですんで、ものすごく綺麗な形でレンジが組めるよねってことになります。 ただし上の方はそこまで安定したものではありませんので、とりあえずはこっちだけがね、レジサポラインとして機能すると思っておきましょう。で、目、え、下、ー、倍でエントリーされている人はそのまんま引っ張っていただいて、えー、これからエントリーをね、考えていらっしゃる方は倍でいいんじゃないかなと思います。ね、倍でエントリーすると含み益が狙いやすいということになりますね。これ今1時間軸を見ると、なんか横ばいのように見えますよね、だいぶね。 横ばいのように見えますけども、その横ばいの中でも、レンジは下に傾いてるわけですよ。偏ってるわけなんですよ。これが今後上の方に突出して、新しくこちらの方でレンジを作る。ここと同じようにね。そういう風うになることを、まあ、目算として立てていきましょう。えー、それでは本日はこんなところでございます。また追加放送まで様子を見ていきましょう。エントリーする方はもうね、エントリーしてください。バイの方でエントリーです。